キチャンネル。じゃん、こんにちは。さあ、今日はですね、ロッテと DeNA の湾岸シリーズでございます。湾岸シリーズあ、そうですね、湾岸チームね。湾岸チーム、はい、湾岸チームの崖っぷち選手っていうね、はい、まずは、古巣ロッテから、うん、ロッテはね、1人目二木ですね。崖っぷちに入れちゃいます？いや、18番もらってよ、はい、背番号、はい、んで去年もよ、はい、大事なところで結果出ず、うん、で22試合登板21試合先発、はい、5勝7敗、うん、防御率 4.38、 もうそろそろ頑張んないと、はい、ちょっと今年27歳、まだね、まだだって期待はすごいあるじゃないですか、うん、期待だけじゃ飯食えないからねしかも背番号18もらってるのに10勝したこと今まで1回もないからね。あれ最高何勝ですか？9勝。9勝か、うん、そっか。でよ、今年もよ、はい、広畑とかね、うん、あとはヤギとかね、はい、ピッチャーが入ってきてるわけよ、うんね、でしかも、佐々木朗希もね、はい、まあ、多分今年はローテーションに、うん、入りそうですね、まあまあ、投げ中6日でいけるのかどうか分かんないけどもね、うん、で、まあ、小島とかね、うん、まあ、石川美馬が、うん、まあ、ベテランの域になってくるときによ、で谷市が、はい、トミー・ジョンから復活してくると思うんだよね、うんうん、はい、ってなったときによ、ここで踏ん張んなきゃ、うん、期待されなくなってくるよね、うん、はい、期待されてるうちに頑張んないとっていう崖っぷちだね。確かに2年連続成績振るわないとあれもうダメなのかなってちょっと思われそうんですよね、うん、しかも18番背負ってよ、やっぱ周りの期待が大きいだけにね、はい、ここでしっかり結果出していかないと、はい、じゃあ岩下とかにもじゃんじゃん抜かれていってよ、うん、もうあの居場所ありませんみたいな感じになってくるじゃん、うん、はい、河村とかもね、はい、去年良かったし、そうですね、そうそうそう、うん、別にだって2人じゃなくたっていいのよ、はい、先発ローテーション誰が投げたってしっかり結果残せるやつが投げれればね、うん、でしかも、ロベロの残留も決まったしよ、はい、で外国人左がそこ入ってきたらよ、うん、もっとなくなるわけよ。そうです、そう思うと今年結構勝負の年ですね。いや、めっちゃ勝負よ、うん、だ期待されてるうちにそこ掴んでないからね、はい、まだふわふわしてるだけで、うん、これはもう崖っぷちだね。そうか、まだなんか18勝ってても掴めてないんですね。そう、2桁1回も勝ったことないからね、うん、そっか、はい、で二木ってね、二木もいるって言われてるけど、はい、まだ結果出せてないから、うん、まあ、今年しっかりとしたものを1年間ローテーション守ってやっていかないと、うん、だからもう本当にもうキャンプからもうタラタラしてる場合じゃないね、うん、はい、ああそっか、うん、はい、頑張ってほしいですね、ちょっと今年こそ、うん、で続いて、うん、野手、はい、野手はね、一人目、うん、福田っすね。あー、FA で来た、 FA で来て、はい、で、まあ怪我もあり、うん、昨年0割8分3厘、はい、ロッテ今2年終わって、うん、2020年も2割1分6厘、うん、っていうところで、まあもう外野もね、うん、まあマーティン、荻野は多分確定してるんだよね、はい、でまあ荻野がセンターかレフトかっていうところは次出てくる人間がセンターなのかレフトなのかによって多分荻野は流動的になってくると思うんだよね、はい、でそこでまあ去年終盤ねスカパーサヨナラ賞を獲得した岡とかね、うん、はい、で若手の藤原もいるしね、うん、そういった中で、うん、もう本当に出てこないとなかなか厳しいよね、 FA できて。そうです、ね、今年2月10日で誕生日だからもうすぐ33歳になる、はい、で代打はね角中とかはいるし、はい、で山口とかね、うん、そうですね、外野でね、はい、いい感じの長打力もあって上り調子で和田幸四郎、はいはい、足もあってっていうところで、うん、まあここ本当今年本当に踏ん張らないと、うん、ちょっともう若手の波に飲まれちゃうね。そうですね、今いる人と若手で出てきてる人たちもいるので、そうそう、で勢い乗ってね、うん、来てるから山口とか和田とかね、はい、あの藤原とか、うん、来てる中でね、うん、ここちょっと踏ん張らないとっていうところだね。今年ですね、うん、今年もう、うん、でロッテに来て3年目だからね、はい、そこで FA で来て異常億円もらって、うん、ここでバシッと結果出していかないと、はい、周りのね二人じゃないけど期待値がどんどん下がっていくからね、うん、はい、であともう一人います、はい、田村っす、キャッチャー、はい、崖っぷちです。でも言えばでも正捕手ですよね。いやー正捕手じゃないんじゃない。え、だって去年も136打数しか経ってないからね、70試合加藤選手は最後の方出てたんですけど、そう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 、でしかもよ、はい、あのドラフト1位で松川くんが、そっか、来る、まあ、でも高校生ですよ。そうそうそう、でもパッとしなかったら下手したらね、はい、使うかもわかんないじゃん、うん、ずっとじゃないけどね、はい、で柿沼、はい、もいるし佐藤、うん、俊也、はい、みたいなね、うん、ところで、はい、
もう今みたいに袴田さんがえレギュラーじゃないのってもう言われなくなるよね、踏ん張んないと。まあ続く人たちがいるって考えると勝負に出ないと、うん、もう本当にポジション奪われちゃうよってことですね、うん、そう、うん、でしかもまあ加藤がね、はい、打てはしないけど、うん、まあ、キャッチャー打つか勝つかだから、はい、で勝ってたら別に誰でもいいわけだよね、はい、でそこで加藤が出てて、うん、っていうんで最近の自主トレでも佐々木朗希のバッテリーは俺ですみたいなね、うん、感じでもアピールしてるし、はい、アピールされる時点でもダメなのよ、うん、だってもしよ、はい、デーンっていうキャッチャーが、はい、で海外いてよ、うん、いや、千賀と組むのは僕ですって言わないやろ。そうですねでも確かに佐々木朗希投手とこういい感じでバッテリー組んでたら、うん、もう佐々木投手の時は加藤選手っていうところから、うん、もう加藤選手が正捕手になっていく可能性も あるしね、去年の終盤の使われ方だとね、うん、でここでしっかりで、うん、あのもうまだ27歳、はい、今年28歳、はい、あ、もう28になるのかと。で、うん、もう結果出していかないと、うん、なかなかもうちょっと厳しくなってくるね、立ち位置がね、もうなんか便利屋さんになる で、うん、そうです。あと田村よろしくみたいな、うん、あと加藤大打出してから2番目によろしくみたいなね、はあ、出場試合数だけ上がって打数が減っていくみたいなね、はあ、先発として出られなくなっちゃった、ね、うん、っていう感じに、ね、うん、なってくるから、はい、もう本当キャンプの2月1日から、うん、もうなんかもうこういけないよね、もっともうそそくそ やんなきゃみたいな。そうですね、うん、スタートダッシュ大事ですね。いや、かなり大事、うん、全部にもう一回初心に戻ってアピールしていかないと、うん、もうこのまま本当にね、あの便利屋さんみたいな感じになって、プロスビでも一番最初に田村のエースが出てこなくなっちゃう、はい、そうなんですか、ね、うん、そうそう、もうあの如実に変わるからね。そうなんですか、ゲームはね、まあまあそのシーズンの成績とかによって、ね、そうなってくるからね、うん、そういったところでは、はい、やっぱ田村もね、こう踏ん張りどころだね、はい、うん、まあでも小原みたいにね、いきなりタワマンでお茶飲んでるパターンもあるからね。そうです、始まってみないと分からないですからね、うん、そうでも今の状況的にはそんなあの余裕を持って入れない状況にいるよっていうこのロッテはこの3人ね、はい、特に。で次、はい、DeNA はこの選手です、はい、上里です、はい、やっぱり、はい、去年ね、うん、梶谷がいなくなって、うん、で桑原と上里の勝負っていうところで、うん、俺は上里行くかなって言ったところでね、うん、ちょっと負けちゃったんだよね。そうだから、あの10億円の選手にも上里選手を選んでましたもんね。そう入れてたのよ、うん、で、あの88試合出場の1割9分1厘ってなってよ、うん、で、DeNA は外野が、うん、もう佐野でオースティンがここもがっちりいるから、うん、怪我しない限りね、うん、でそこにセンター桑原が入っちゃうと、はい、この次をしっかり担っていく形でいかないと、うん、はい、なかなかね厳しくなってくるから、 そうです、ね、そこら辺はもう踏ん張りどころだね、うん、DeNA も外野いますもんね。そういうのよ、うん、で代打のね楠本とか去年いい感じもできてたしね、はい、うん、でもそういったところででも何があるか分かんないから、はい、怪我するかも分かんないし、うん、誰かがね調子悪くなるかも分かんないし、でその時に出てポッて打ったら、うん、掴むって可能性もありますね。であとはやっぱりそのね、うん、あの佐野とかオースティンところの、ね、守備固めっていうのもね、はい、入ってきたりとかダイソーからっていうところもあるからね、うん、そういったところでもう一回ねちょっとずつ下積みしていって結果残していって、うん、存在価値をアピールしていきたいよね、はい、そういった意味ではやっぱこの2年連続負けるわけにいかないからね、うん、今年はねかなりの勝負がね必要になってくるかなっていうね、はい、キャンプからもう勝負ですね。そうだね、はい、であとね、はい、あの大田大志が、はい、おーそうだ、ノンテンダーで、はい、DeNA に入ってきて、うん、そこも外野になって、そうですね、でそこもまた戦いになってくるじゃん、うん、はい、だからちょっと外野がね、うん、ちょっと激戦区になってるんだよ、その次に行く選手たちの、うん、そうですね、うん、大田選手もだって DeNA は欲しいから取ってるわけですしね。そう、うん、でそこのねオースティンの、はい、何かあった時のバックアップを太田って考えてたら、うん、上里もそこ入っていかないといけないからね、うんうん、そういった意味ではかなり勝負していかなきゃいけないしね、外野競争ですね、うん、あとはですね、はい、山崎康明、三島っすね。山崎康明と三島っす。あ、三島投手、はい、うん、え、2人ともめちゃくちゃ必要じゃないですか。必要ですけども、はい、やっぱり抑えやりたいんですよね。あ、うんうん、そこによクリスキーっていう守護神候補を取ってきた。え、守護神候補なんですか。そう、外国人、はい、書いてる。ヤンキースでメジャーデビューした長身はマイナー時代からリリーフ専門で、フォーシームは150キロを超える。小さくし鋭く沈むスプリットが強力、ブルペン強化と勝ちパターン確率が急がれる投手陣の救世主となるかっていう。長身は何センチなんですか。背190センチです。おー、高い。で、エスコバーもいるから、はい、ここがね、うん、エスコバー、
プリンスキー、はい、山崎康明三島になるか、うん、山崎康明三島エスコバークリンスキーになる か、 だからこの守護神を勝ち取る崖っぷちだという、うん、はい、ああなるほど、そういうのもあるのよ、そう、あ、そういう崖っぷちもあるんですね、そうそうそう、うんうん、やっぱだってそこがいいじゃん、はい、持ち場は、まあ、やっぱ抑えて、ね、しかもね、山崎康明も新人の時からずっと抑えやってきて、はい、でリリーフになって、うん、中継ぎになってね、で三島も守護神、リリーフから守護神になって、はい、で去年最終から辺伊勢が守護神やったりとか、うん、ちょっと後ろのバランスがうまく、うん、保てなくなって崩れてくるところでよ、はい、で誰が勝ちへんのか、俺エスコバー守護神でもいいんじゃないのかって言ったところで、このクリンスキー取ってきたっていうところはよ、はい、うん、チームとしてはそこに守護神クリンスキーを多分はめ込もうってする今は思惑やと思うね、うん、まだキャンプ見てないからどうなるか分かんないけどね、はい、ってなったらよ、三島、山崎、康明が前に来るよ、はい、前に来るって言っても、うん、エスコバーいるから一人しか入れないわけよ、はい、あ、誰かがあぶれちゃう可能性が、誰かが6回とか前になっちゃう可能性がある、うん、下手したらよ、方程式に入れなくなっちゃう可能性が、うん、エスコバー、三島、クリンスキーなのか、うん、エスコバー、山崎、康明、クリンスキーなのか、一、うん、人方程式からはぶれちゃうわけよ、はい、もしくは第二陣方程式になる可能性ある、うんうん、こう崖っぷちでしょ、そうですね、まあ、必ずしもこう必要な選手だけれどもポジション争いとしては結構そう一軍にもいるだろうし、うん、けどもどのポジションかピッチャーにとったら重要じゃんね、うんうん、そうですね、先発やりたいのにリーフになっちゃうパターンもあるしね、うん、方程式から6回5回とか前に来るパターンもあるし、と、はい、いう意味ではこのクリンスキーを取ってきたっていうところで、うん、やっぱ山崎、康明、三島は崖っぷち勝負の年だね、クリスキーですね、うん、俺なんて言ってた、クリンスキー、クリンスキーって言ってました、クリスキーだよ、クリスキーですね、うん、クリスキー聞き間違い、空耳アーバーですそうですか、はい、そうですかね、うん、まあ、ちょっと変なイントネーションになっちゃったね、クリスキー、うん、ちょっと変なイントネーション、ちょっとネイティブが入っちゃったかもわかんないね、あ、なるほど、あ、そうそうそう、ネイティブとクリスキーっていうのも言うのよ、言う地方もあるのよ、あ、なるほど、うん、俺その地区のところちょっとなまっちゃった可能性あるけどもまあ、皆さんに分かりやすいように言うとクリスキーね、クリスキー、うん、はい、分かりやすいように言うとね結構独特な名前の方ね、今年ね、うん、結構いますよね、うん、多いからね、うん、っていったところで、はい、そこのポジション争いにもね、うん、注目して、だからクリスキーの出来次第っていうところもあるけども、はい、やっぱ強化してね、 DeNA 俺だって1位予想してるから、そうだ、優勝予想してるから、はい、そこがかっきり決まってくれなきゃいけないから、そういった意味ではこのクリスキーの出来っていうのはね、 DeNA 順に大きく関わってくるけども、はい、三島、山崎、康明にとっては、うん、ここが崖っぷちでね、はい、こう勝負に勝てるかどうかの勝負の年になる、はい、まあ、キャンプで外国人投手がこうどういう風に投げてるかっていうのも、まあ、まだ未知数じゃないですか、うん、そう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 、うん、あとクイックができるかどうかとか、はい、いろんなとこ見なきゃいけないからね、勝負、ね、出てみないとわからないですからね、でもそうチームはね、そういうところを危惧して取ってきてるわけだから、はい、まあ、そこは勝負の年、まだもう一回サバイバルポジションだね、本当にね、そうですね、うんうん、ということでね、はい、まあ、キャンプを含めてどんなね勝負になっていくのか楽しみに注目したいと思います。はい。